シタンはドイツの自動車メーカーダイムラーがメルセデスベンツブランドにて欧州で販売している商用車並びに乗用車である。ベース車はルノーカングーでありボディも含めメカニズムの多くはカングーから流用している。カングー同様製造はフランスモブージュにあるルノーの子会社 MCA が担当する。2010年4月にフランスのルノー並びに 日本の日産自動車と業務提携したことによるアライアンスの成果として、寒宮をベースにフロントマスクをメルセデスタイプとした上で発表。同年秋頃の発売予定をアナウンスした後、同年10月27日より欧州市場にて発売を開始。商業的に失敗したバニオの実質的後継車種でもあり、当車種は W415 型とされている。ドイツでは、 以下の5モデルが設定されている。ボディサイズは、カングル同様、3937mm、4321mm、4705mm の3種類設定されており、モデルごとに選択できるサイズが異なっている。エンジンは1.5リットルディーゼルエンジンと1.2リットルガソリンエンジンが設定され、オートマ車はガソリンエンジンのみ、メルセデスベンツシタ ありがとうございます。